地図関月橋の下から見た柳津橋随行寺橋。柳津橋と同じ、下地式にいる線路尾瀬橋。奥に見えるのは関月橋。その上の山腹に見えるのは円蔵寺。柳津橋は、福島県川沼国柳津町にある道路橋。一級水系阿賀野川、水系只見川にかかり、国道252号を通す。従来の柳津町中心部を通るルートを避けるために、新たに、 バイパスとして建設された国道252号の橋である。仮設位置がただや内津県立自然公園に指定されており、近傍に日本三大国造村の一つとして名高い福密、国造村延造寺とその門前町が広がる継承地であるため、日本国内で3例目、福島県内では初となるニール先道税橋として建設され、 柳津橋の橋梁工事が1971年度の全県順賞を受賞した。柳津橋の仮設の翌年には、同じ下地式にいる線路瀬橋の随行時橋、北緯37度31分51.7秒、東計139度43分23.5秒、北緯37.531028度東経139.723194度、統計13 37.531028139.723194がかけられた。柳津橋、随光寺橋ともに、金属アーチ保、強しげた部分が赤く塗装され、ただ見川の流れや、周囲の山々の緑色に生え大変美しい景観を生み出しており、かの斎藤清の版画にもなるなど、観光名所の一部として機能している。 ただ見川は深い渓谷を形作り、流量も多く、多数の水力発電用ダムにより川もが大きくなっているために桁橋を通すのが難しく、アーチ橋が主流だが、この地域は日本有数の豪雪地帯であり、かねてからアーチ部へ着雪し、落下した氷塊が走行中の自動車に衝突するという危険極まりない事故が起きていた。管轄する福島県土木部は、 福島技術支援センターの協力を仰いだ。地元企業が屋根の融雪技術について相談を持ちかけていたことを受け、県はその企業とハイテクプラザに相談を持ちかけ、鉄骨部の融雪装置への応用に向けた改良を始め、優れた融雪ネットの実用化に成功した。ありがとうございます。